んてこった。救難信号受信、数が多すぎる。出る、コルスは任せる。上空に留まって、シュリブと私で下に降りる。待ってくれ。アイデン。帰りを待っている。帰る場所を守っておいて。シュリブ、君もこの危険な任務から無事に戻ってきてくれ。もちろんさ、デル。俺たちの友情は永遠だからな。
たぞ。幸運を祈る。シュリブ、北に戻る。あのオービタルストライクに言いたいことがある。何？あれは俺の経験した中でも最高の一瞬だった。戦いを楽しんでいるように聞こえる。バカいね。上は忙しそうだ。
この規模の戦いでは自分の周りだけで精一杯、私たちは下のことに集中を。で、親父さんと出会ったらどうする気だ。ここまでずいぶん長いこと追ってきたわ。正直出会ってどうするかは自分でもわからない。任務に集中を。今は父のことはいい。ファントム中隊が帝国軍の地上防衛網を叩く。スイッチ、スナップ、そのキャノンを潰して上での安全を確保しろ。ダメジャーを戦闘から遠ざけておくのが俺たちの仕事だ。ダイボマン、いい腕だ、ベルシオ。よし、行くぞ。いいね。アクバー提督より新しい指示だ。カーボンリッチの帝国軍施設まで道を切り開く必要がある。地上での支援を得られないか。よし、片付いた。コーナー、墜落したスターデストロイヤーがカーボンリッチの帝国の研究施設に支援部隊を展開しています。その施設は共和国の重要ターゲットだ。アイデン、ハンガーに押し入って爆撃機を潰してやろう。いいわね、着陸できる場所を見つけて。中に入ってリモートデトネーターを見つけるわよ。これは味方にも狙われるのか。連中はこっちに気づいていない。よし、私が撃つまで撃たないで。今は爆撃隊が共和国を押しとどめている。装備を集めてみて。ラックスタッフに準備するようにしてください。よし、ここにある武器を確認するぞ。この有様を見てくれ。誰かが艦の下に仕掛けたに違いない。共和国の脅威が一つ減ったのは確かだ。地上の問題が一つ増えたけど。シャトルはあと全員攻撃。ロケットランチャーだ。銃火器だ。回復しないと。よし、助かった。
れで全員ハンガーまでの道が開けた。あとはデトネーターだな。デトネーターだ。それだけじゃ足りない。うん、他にもないか探して。また一つデトネーターの追加だ。これでハンガーを吹き飛ばせ。重火器だ。マジか。上にタイファイターだ。早く重火器を。急いで。スナイパーに注意しろよ。いいぞ。連中も驚いたろ。直に仕掛ける。この規模の爆発なら連鎖反応でイオンエンジンまで巻き込める。そして船を内側からドカンか。その通り。デトネーターを設置。狙いを間違えた。デトネーターを仕掛けた。オーケー。さっさと辛いかろうぜ。ありゃ敵の救助部隊か。どんどん来てるぞ。よし、撃ち続けろ。中華系だ。急いで船に。先導を頼む。まだまだ来てるぞ。やつらを片付けろ。いける。あと少しで終わる。いいぞ。全部か。俺たちの機体に戻ろう。デトネーターだ。早く移動しよう、コマンダは。コールスと合流。デル、他に助けが必要な場所。二人ともお見事。ティンジー隊と部隊はカーボンリッチを攻略中だ。あなたがいたおかげ。俺もだろ。上の様子は何とも言えないが、おそらく帝国が押されている。そんな気がしてた。感じるのはもうすぐ終わりのはず。帝国は今日でおしまいよ。早いに越したことはない。
コマンダー、問題だ。何があったの？提督です。見つかった。提督がコルーズにボマを送った。その前に私たちが食い止める。迎撃を急げ。了解した。
無事よ。